ジャースパルと申します。おはようございます。本日は皆様からの質問に答えていきたいと思います。以前ラルトス白竜とやってきましたので、今回はヌイコグマについての質問2件お答えしていきたいと思います。パルさんへの質問。ヌイコグマ、第二食材もコーンで、サブスキルもオテスピ M、木の実の数 S、オテスピ S とすごく偉いなと思ったんですが、性格が食材確率ダウンの子でした。サバアカの方で1匹目に来てくれた子で完全無課金なんですが、パルさんならこの子を育てますか、もしくは厳選を継続されますか、よろしくお願いします。こちら1件目です。そして2件目、ヌイコグマのことなのですが、初めてお迎えできたのがこの子でした。木の実の数 S はあって、食材確率アップのサブスキルが一つもなく、性格もタイプ1ではない点が気になっています。ラピスラズリご飯実装からずっとこもっているのですが、ヌイコグマちゃんに出会えたのが3体しかいなく、気長に厳選をするか、この子を育てるのはありかをお答えいただけたら嬉しいです。ということで、送っていただいたヌイコグマちゃん、こんな感じになります。どちらも木の実 S のヌイコグマについてですね。まずパルの率直な感想をお伝えさせていただくなら、どちらも第二食材コーンですし、とっても強い子だと思います。自力でね、飴を集めながら育成するおつもりであれば、ラピスラズリご飯に困らなくてはなりませんし、その場合の木の実 S もはちゃめちゃに心強いことと思います。ということで、ここからは計算ツールを使いながらヌイコグマについて見ていきましょう。料理のレシピボーナスが優秀なので、一部食材特化の子の方が強い場面っていうのはあるんですけど、木の実 S やっぱりめちゃくちゃ優秀だなと思います。さあ、ということでキテルグマ5体並べてみました。全員レベル30コーンコーン、睡眠時間は9時間で3食食べる想定です。場所はラピスラズリご飯。一番左が無補正の子、2番目が木の実 S のみの子、3番目が最初の質問者さんの子で、木の実 S オテスピ M、 ただし性格慎重で食材確率が下がっています。4番目が2つ目の質問者さんの子で、木の実 S スキル率 S、 性格勇敢でお手伝いスピードが上がっている子。そして5番目に食材確率アップ M の子を置いてみました。ひとまずエナジー的にはこんな感じ。ラピスラズリ補正も相まって、木の実 S オテスピの子と木の実 S 勇敢の子は圧巻のエナジーですね。それでは重要な食材の個数についてです。無補正コーンコーンだとレベル30時点でコーンは41個ほど、木の実 S がつくと2個期待値が減って39個、木の実 S オテスピ M で食材確率が下がっていても、まあ35個は持ってきてくれます。勇敢な子は42個と、木の実 S があっても持ち前の最大所持数を生かして無補正超えですね。そして食材確率 M の子はおよそ56個と、なかなかはちゃめちゃな数を持ってきてくれます。ちなみにコーン料理で最もコーンを要求されるレシピはお茶会コーンスコーンの18個、なので1日で最大54個あれば現行のレシピには対応できますね。そこまで狙うのであれば食 M レベルが要求されますが、お茶スコは無課金には少し難易度の高い料理、そして質問者さんたちは木の実 S でも良いかと聞いてくださっているので、おそらく料理特化でプレイしているわけではないかと思われます。そうなってくると現実的なレシピは柔軟コーンシチューの14個、瞑想スイートサラダの12個、大爆発ポップコーンの15個、それら ×3 で42個36個45個が1日に集めてほしいラインの目安になるかなと思います。それを狙う場合は食材確率アップ的なステータスがある程度上がっていないと少し難しそうですね。でもパルはそのラインまで必要になる人ってそんなに多くないんじゃないかなと思ってます。確かに日に3食作る場合はそれだけの数が必要ですが、そもそも瞑想スイートサラダはリンゴ21個、大爆発ポップコーンはオイル14個、それらをかける3した63個、42個を集めるのがめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。ほぼほぼ料理特化に近いような専用編成を組むことになるかと思います。なんなら2食分のリンゴ42個、オイル28個ですら簡単ではないと思うので、現実的なラインは柔軟コーンシチューの14個×3、42個になるでしょうか。木の実 S プラス勇敢の子はそのラインをクリアしてますね。身長の子は42個には届きませんが、少なくともそれ以外のレシピも毎食2食分は賄えますので、そこまで困らないんじゃないかなと思ってます。というのが無課金プレイヤーパルの今のところの考えですね。
ちなみにもしもお茶会コーンスコーンのレシピボーナスがマックスまで成長していた場合、エナジーこんな感じになります。この場合食材確率 M の子がレベル30時点では1位となりまして、ラピスラズリ湖畔以外であればこの子がある程度有利がつく感じになります。しかしながらレベルが上がるほど木の実 S の子が盛り返しますし、そもそもお茶会コーンスコーンのレシピレベルマックスっていつになるんだよって話もあるので、このあたりは料理特化でプレイしたい人の目安って感じがしますね。ということでパルの結論としては、木の実 S キテルグマ十分強いですってことになります。確かにね、コーンコーンの食材タイプとして唯一無二の働きができるポケモンではありますが、レシピのコーンの数がいい具合に調整されているおかげで、食材特化でなくてもしっかり活躍できるし、食材特化にしても強みがあるという両配分だなって思います。ということで、ご質問者さんが食材特化でプレイされている場合は一考の余地ありかなと思いますが、そこまでガチガチには立ち回ってないわという場合は、木の実 S キテルグマバッチリ活躍してくれることと思います。やっぱり木の実 S 強いスキルですね。ご質問ありがとうございました。ということで、私もそんなぬいこぐまに出会いたいアサレポやっていきたいと思います。こうやって計算すると自分自身の基準も明確にできるのでいいですよね。どうぞ。じゃあスパルと申します。おはようございます。本日も朝レポやっていきましょう。2月4日日曜日の朝ですね。そろそろ早くから始めた人は200日目ぐらいになってるんでしょうかね。どうでしょうか。まだそんなに差はないんだったっけな。ということで本日は特徴なしかすやすやタイプとなりました。結構昨日はすやすや寝てたみたいですね。やっぱりね、もうずっと言い続けてるんですが、元気オール持ちヒーラーを育てなきゃいけない育てなきゃいけないので、ラルトスをバッチリ狙っていきたいところですが、本日は星3ネガを見られずということですね。一応ニャースやペルシアンの星3も見たいところではあるんですが、ということで未だにポケモンは8体出てきてくれません。明日は出てきてくれるかな。6,719,500で参りたいと思います。お腹の上に1体います。誰ですか。さあ見ていきたいと思います。お腹の上根はメタモンがいっぱい、メタモンいっぱいプレゼンツ。ちなみに本日はミニリュウのお子を使っておりますので、必ずどこかにミニリュウがいますね。ミニリュウが星3だったりしないかな。お腹の上根メタモンすごく久しぶりに見た気がします。一応気持ちの面ではこうメタモン光らないかなというなんやかんやを込めてなんやかんやしたわけなんですが、じゃあこう右下の子はちょっとタップしないでおやつタイムの時に光るかどうか見ていきましょう。まあ別にイベントでもなんでもないんでね、光らんとは思いますけれども、右側にはメスのピカチュウが丸まっておりまして、その下にしっかり星3のミニリュウ見れましたね。でも星3のミニリュウ見たことあったんだ。星2が見たことなかったんだっけな。ミニリュウのほぐれ根です。かわいい。これがほぐれてる状態なんだね。どういう状況なんだろう。さあ上にはプリンちゃんがおりまして、左側にはヤドンちゃんね、お手手がね一瞬だけ見えてましたね。そしてイーブイもお持ち帰りしたすぎますし、ラルトスもいる。完璧なんじゃないこれは。さすがに完璧と言わせていただきたいなと思う、そんなスヤスヤタイプとなりました。仲良しのお子も使ってますので、できれば新ポケかね、EV かでよろしくお願いできたらなというところでありますが、願いは込めておきましょう。言うてでもあれだ、もう、まあ、いっか、誰でも、結構誰でもいい寄りなんですが、まあ、プリンでなければ嬉しいといったところ、そこまで込みで考えると、まあ、4分の3ということになりますので、75%。ハイドロポンプ、雷、その類といったところでしょうか。やっていきたいと思います。ということで、すべてのポケモンのリサーチ完了です。おやつタイムへ。さあ、おやつタイムさん、よろしくお願いします。チャンス。もう、でも、なんか、お子以外にもいっぱいついてほしいチャンス。2体、3体、4体、もう一声。さすがに2体でしたが、もうバッチリミニリュウに、ね、チャンスついてくれまして、さらにピカチュウもチャンスついてくれました。ねえ、非常にチャンスついてくれました。非常にチャンスついてくれましたわ。日本語があまりにもあまりにもなんですが、まずは、ね、2枚ねサブレあげておりました。ミニリュウをポケサブレでお迎えしていきたいなと思います。よろしくミニリュウ。順調に今週3体目のお迎えとなりました。ちなみにひっそりとメタモンは別に当然のごとく色違いじゃなかったですね。さあそしてピカチュウね、どうせならボーナスサブレでお迎えした身、ありすぎるといえばありすぎるんですが、今ちょっとやはり厳選の優先度という意味で考えるとラルトスになってくるのかなというところがありますので、ラルトスに全力でいきたいなと思います。よろしくどうぞ。
さあラルトスちゃんにポケサブレもあげていきましょう。いや、イーブイにどこまでポケサブレあげるのかも結構悩みどころさんですね。ニンフィアにしたいという気持ちがあるんですが、150時間寝なければならないというのがなかなか大変で、何気にあのラルトスはあのお腹いっぱいにならずにしっかり食べてくれて、しかも大成功でお迎えできてといった感じでハピハピでございますね。まあ、じゃあとりあえずチャンスがついてくれたピカチュウにサブレ1枚あげておきましょうか。超成功も出てほしい、すごく。そんなわけにはいかないというところではありますが、ありがたい3ポイントということになりまして、いや、イーブイどうすんの、一旦ステイなの、チャンスついたらなの、むずいので、ちょっと考えるのをやめます、一旦考えるのをやめて、本日おやつタイムこれにてとさせていただきます。もうチャンスがついたら全力で行くぐらいの気持ちで行こうかしらね。ということで本日の1枚はラルトスも送りたいところではあるんですが、やっぱりここは今はミニリュウの飴みんなめちゃくちゃ貯めたい、1000個ぐらいね、ミニリュウの飴貯めたいタイミングかなと思いますので、ミニリュウにしておきたいと思います。 OK、 今日もリサーチ XP めちゃくちゃもらえたんじゃないかなというところですね。夢のかけらももりもりです。ということでお迎えした、まずはミニリュウ見ていきたいと思います。3体目のお迎え、メスのミニリュウちゃん、慎重な子、食材確率がねゴリッと下がってはおりますが、見ていきましょう。食材はドンということで、ハーブコーンの子、まあこのAAB と呼ばれる、これが一番、まあ、バランスはいいのかなというところではありますね。サブスキル、せーの、ドンというところで、食材確率が、まあ、一応上がっているから、まあ、一応上がっているよという感じのミニリュウちゃんでした。おてんぼがね、レベル25とかにあったら、ちょっと考えたなという感じではありますが、またね、たくさんゲットしてから、どの子育成するか考えていきたいなと思います。そんなミニリュウでした。ありがとう、ミニリュウ。そして、まあ、ある意味、本命といいますか、今すぐにでも育て始めたいラルトス、こっちが慎重ならというところではあったんですが、性格ずぶといですね。さあ食材はリンゴ、コーン、リンゴの子となりました。できればリンゴが一番使いやすそうだなとは思っているんですが、最大処理数がはちゃめちゃなことになっております。サブスキル、せーの、ドンということで、所持数 L、 そしてお手伝いスピード M、 スキルレベルアップ S、 スキル確率アップ M ということで、75レベルまでいけると相当強くなりそうですが、そこまでの道のりが半端ではないといったようなラルトスちゃんとなりました。この子メスの子なのでね、エルレイドに進化することはできないということで、それはそれで悩まなくていいというね面もありますね。そんなラルトスちゃんでした。ありがとうラルトス、よろしくね。さあということで戻ってまいりまして、ヌイコグマ婚約としての起用がやっぱりメインになるかなと思うのでね、なんとかまず第二食材コーンの3分の1を粘りたいところではありますね。コーン料理ね、いずれもレシピボーナスがなかなか優遇されておりますので、そして全ての料理ジャンルで使えるという食材でもあるのでね、採用するからにはレシピのレベル上げ勤しみたいななんて思いますね。え、私オイル役って誰にしたらいいんだろうなっていうのがまだちょっとこうピンときてないんですよね。オイルのトドゼルガとか入れたいななんて思う今日この頃です。とはいえね、ヌイコグマはラピスラズリご飯でしか出会えませんし、来週はバレンタインキャンペーンですので、のんびり厳選しようかなと思ってます。デザートの新レシピも来ますしね、さすがにコーン以外のレシピだと今回は思うので、まあ、それを見てから厳選本格化させてもいいななんて思います。さあそしてそんなデザートの新レシピ、明日のアップデート後から追加となります。そして明日アップデートということは、そうですね、朝ごはんが10時までです。ということで明日こそ朝ごはんは10時までとなります。皆様お気をつけください。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。それでは最後に念押しをして締めたいと思います。明日の朝ごはんは10時まで、またね、バイバーイ。